皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2021年8月11日水曜日、今日は祭日で山の日です。今日の崇拝の言葉は、現実化する崇拝の使い方、現実化する崇拝の使い方。そして今日の BGM は、生命の和の音432Hz で作曲しました第五次の調べ、この中から最後の曲、海のようにをお送りしています。第五次秀吉お花見の400年の記念の時に、国宝の本堂でですね、コンサートをさせていただきました。その時の作曲した作品でもあります。それを 432Hz に直しました。ぜひ手に取ってですね、じっくりと聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。